時間差調律の一番目的は音楽的な美しい音、それを作り出すということが目的だったと思います。そしてその仕上げの音楽的な仕上げの響きを出すにあたって調律を始めて仕上げるまでの手順、これによって、響きも変わってくるものだということを言いました。そこで、私が時間差調律をやるにあたって、私が実際に、音を出している時に、決して、音楽的な一般的に生まれる美しい音で、調律をしているとは思っていません。むしろフォルテッシモで、一般的に言えば汚い割れた音を出していると思われます。これは私が一番思っていることは、調律というものはもちろん、仕上げの響きが音楽的に美しいものであるということと同時に、それがいかに、持続するか、持続させることができるか、これは非常に重要なことだと思っています。ですから私が、最終的にピアノ調律の技術を習った先生がおっしゃるには、コンサート調律で、調律が終わってコンサートが始まって、途中で直さなければいけないような下手な調律はやるなと。少なくとも調律を仕上げたら、少なくともコンサートが終わるまではいい状態が保てると、それだけのきちっと音を止める調律ができなければいけないということを言われていました。それは本当にそうだと思いますし、ですからその持続、いい音を持続させるためにはやはり強打をして合わせておかないと、後から狂うために、強打を出すということをまずよく分かっていただきたいと思います。で、強打してる時はそんなに、細やかな音を聞いているんではなくて、まず、聴力の全体的な均衡化を取るための強打であるということを、理解いただきたいと思います。そして、ほぼ合ってるというところに持ってった時に、これはただ強打ではなくて、ピアノぐらいで音を出しながら微妙なところを操作して合わせます。この微妙なところの最後の
どの位置で、合わせたという、ハンマーを動かして、持っていくか、この持っていくところによって最終的な調律の響きが決まってくるということを思っています。最後のここであったという、位置で、チューニングハンマーを操作する、この最終的なここであったというところを同じ美しい、こうしたら美しい音になるということは、これは自分がいろんなことをやってみて体験上分かっていることですから、はたから見てて強打を出してやるから汚いとかいうことではなくなってくるというふうに私は思っています。実際に最終的にここでは合っているというところにチューニングハンマーを持っていって、それが弦が230本あるものに全体的に重なることによって共鳴音として音楽的な響きが出てくる、あるいはうまくいってなかったら出てこないというふうに分かれてくると思っています。補足ですが、今録音したものを再度見まして、弦が230数本というふうに、言ったつもりが230本というふうに、なっているように思いますのですから、230数本あるいは240何本あるピアノもあると思いますから、そこのとこは230本ではないということをちょっと申し上げておきたいと思います。